安夫妻、愛しきものは永遠に手に入らぬ。それはなぜかわかるか。奪わねば手に入らぬ。鬼に落ちよ。そして愛しきものを奪う輩を許してはならぬ。許してはならぬ。許してはならぬ。奪え、奪うのだ。お前のすべてを奪ったものをここに呼び寄せてくれたわ。奪われたなら奪い返す。鶴は私のもの。私がお前から鶴姫様を。うるさい！お前にその気があると鶴が心寄せるのは私じゃない。私はいつもの気持ちだ。
安田さん、戻ってこい。あの頃に戻る。そうだ、私とお前と鶴姫様共に戦ったあの大三島の頃に。私はもう戻ってやる。私は卑しい百姓の子、お前たちと並び立つことができる。生まれがどうしたというのだ。生まれよりも過ごした日々が大切ではないのか。それが私たちなのだ。いずれこうなることが戻るということだ。ならば奪ってやる。何もかも、何もかもだ。首を落とせ。首を落とせばそのものは復活できぬ。安田りー！
動きませぬ。やつらに手をかけようとするなら何がやるのやつはさせぬ。You
方は絆だ。その絆、わらわが断ち切ってやろう。そしてわらわは冥界に赴き、さらなる力を得てくれようぞ。主はその先鋒となるの。